ジェインはフランスのシンガーソングライター。デビューアルバムザナカのソーストリーミング回数は3億回以上となり、マケバのミュージックビデオが第60回グラミー賞で最優秀ミュージックビデオ賞にノミネートされた。ジェインというアーティスト名はインドの宗教であるジャイナ教に由来する。2019年1月に初来日。ジェインは1992年2月7日に、 フランスのトゥールーズで生まれた。彼女は9歳の時ドバイに引っ越して3年を過ごした。そしてコンゴ共和国に4年間、アブダビに1年間住んだ後、フランスに戻り、パリでアートを学んだ。各地を転々とした経験は、彼女の音楽スタイルに影響を及ぼした。他にも彼女は、コンゴで音楽のプログラミングを、中東でアラビックパーカッションを、フランスのポーでドラムを学んだ。 ジェインは今後でデモ音源を取り始めた。そこで彼女はレコードプロデューサーのミスター・フラッシュと出会い、彼に音楽のプログラミングを教わる。彼女はデモ音源をマイス・プイスに上げ、現在のマネージャーに発掘される。フランスのミュージシャンヨデリースも彼女を発見し、彼女をパリに招いて活動を助けた。その後しばらくジェインはヨデリースのツアーに同行していた。 ヨデリーズがジェインのプロデューサーとなり2015年6月に彼女のファースト EP ホープを世に送り出した。ホープに含まれるカムのミュージックビデオは EP 発売に先なって YouTube に投稿され2016年11月にフランスでプラチナ認定された。この曲は今までにポーランドの CM やアメリカのホラーコメディシリーズに起用されている。ファーストアルバムの ザナカが2015年11月にリリース。ザナカはフランスでゴールド認定され、フランスで5万枚以上を売り上げた。ザナカとはマダガスカル語で子供を意味しているが、これはフランス人とマダガスカル人のハーフである彼女の母親を意識したものである。2016年11月25日にはザナカの通常バージョンにシティ、サン・オブ、A さん、 ダイアンビットを追加したデラックスバージョンをリリース。また30日には負けばのミュージックビデオが YouTube の公式チャンネルに投稿され、この動画は2018年の第60回グラミー賞のベストミュージックビデオ部門にノミネートされた。2018年5月25日にリードシングルオールライトを発表し、3ヶ月後の8月24日にセカンドアルバム、 ソルゲアをリリース。このソルゲアというタイトルは、兵士と魂を合わせた言葉遊びになっている。リストオブアワーズナマネシャンズリシベドバイジャインを参照。もうすぐ初来日。唯一無二のフレンチポッププリンセス、ジェインとは ?TV グルーブ2019年1月18日閲覧。ジャインザナカヒートパーダー CH。 ヒートパーダー ch, 2019年1月18日閲覧 .lescharts.com. ディスクグロフィジャイン .lescharts.com.2019 年1月18日閲覧 .ab, ジャインザナカ。ウルトラタップ b, 2019年1月18日閲覧レセルターフィテーションス。 スネップ、2019年1月18日閲覧。ダイオーファトセラシュバイツァーヒートパーダ、ウントミュージックコミュニティ。ヒートパーダ、CH、2019年1月18日閲覧。デトップデラセメーヌ、トップアルバムス。スネップ、2019年1月18日閲覧。AB、ジャインソルディア。ウルトラタップ、B、2019年1月18日閲覧。 レセルターフィテーションススネップ2019年1月18日閲覧ありがとうございます。